皆さんこんにちはワンキャリアの佐賀です本日はワンキャリアフォーカスライブサポーティブバイ DNA と題しまして DNA さんとのスペシャルコラボ番組をお届けしております今回はいつものワンキャリアライブと違い今までにない特別な企画となっておりますこのセッションの中では視聴者クエスチョンノックと題しまして YouTube の今までの時間にコメント欄に来ていた質問をご登壇いただくお三方に野球のノックのようにどんどん答えていただきたいと思います視聴の皆さんぜひ最後まで楽しんでください 登壇者の方々は本日ご出演いただいた各セクションから代表者にご出演いただいておりますそれでは早速ご紹介させていただきますやりたいことがなかった自分が事業責任者にご出演いただきました DNA ソリューション事業本部エブリスタ推進部部長株式会社エブリスタ代表取締役社長酒井ふるさんです改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします そしてつい先ほどの DNA 卒業生、次のキャリアに何が見えるかにご出演いただいた株式会社カエカ代表取締役兼スピーチライター千葉香織さんです改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして最後一番最初ですねキャリアの原理原則に難波会長とご出演いただいた DNA ヒューマンリソース本部新卒部小川敦さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いいたします では何度も繰り返しになるんですが本編に入るその前にこのライブ見ている皆さんへの必須アクションのご案内ですアンケートの回答をお忘れなくお願いいたします特にこれラストセッションなんで必ずお願いいたします YouTube ではまあ司会も企業の皆さんも誰が見ているかわかりませんしっかりと DNA さんにライブ視聴したこと興味があることの意思表明のためにもアンケートの回答を必ずお願いいたしますアンケートの回答は概要欄チャット欄の URL よりご確認ください そしてこのお時間の中でも皆さんからの質問も募集をしております YouTube のチャット欄にいただければ我々がピックアップをして答えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますで既にですねたくさんの質問が来ておりますこれだけでも全て回答しきれるかどうかというところにさらにあの集めようとしておりますのでぜひ皆さんに存分に DNA さんの魅力答えていただきたいと思いますまず大前提 これからたくさん質問回答いただくんですがその前提の部分がわかりやすくなるためにですね DNA さんがどんな会社なのかも知ってるという方もいるかもしれないんですが基礎知識をつけてから質問を伺っていきたいと思っておりますなので小川さんに DNA のことがわかるスライドご用意いただきましたのでご説明お願いできればと思いますただですね質問 多いです。多くの視聴者の方の質問をピックアップできるように、あ三分でご説明いただいても良いでしょうか。わかりました。お任せください。はい、えっとそしたら映ってますかね。はい。では DNA さんの魅力を三分でという無茶振りお願いいたします。はい、はいえー。よろしくお願いします。あの今日ですね、頭から見ていただいてた方はなかなか長い時間お話しさせていただいたんですけど、はい、あれそういえば DNA って何やってる会社でしたっけみたいな話とかあんま触れてこなかったかなと思うので、ええー、まあちょっとその辺りを触れたいなと思っております。 でご覧いただいている方の中にはですねこうゲームで知っていただいている方だったりとか野球で知っていただいている方だったりとかいるかもしれないんですけどもあのそれだけではなくてですね、えー、とエンターテインメント領域だったりとかライブストーリーミング領域ですねの事業もやっておりますし、えー、ヘルスケアやオートモーティブだったりとか、えーまあ、ざっくり言うといろんなことやってますとあの野球やス,、えー、スポーツとかゲームだけではありませんというようなのが、えー、と弊社の事業ポートフォリオになっておりますと。 で特にあの社内でも話しててユニークだねっていう話をしてるのがあのエンタメいわゆるエンタメ領域って言われる事業領域と、えっと、社会課題解決領域だって言われるものを、えっと、両方持っておりますしあのその間の相互のシナジーをどう生んでいくのかっていうようなことをこう考えているっていうのは弊社のユニークなところかなと思っております。でえそんんな弊社のですねあのすねませんちょっと 採用っぽいというかあの手前都合な話になってしまうんですけどもあのどういう人材の採用を目指しているのかっていうのをあえて一言でまとめるとですね、えー、将来的に D.N.A. もしくは D.N.A. にとどまらずですね世の中をう牽引しゆるすごい人材と出会えることっていうのをえっとすごい楽しみにしておりますで、えー、そんな僕らのこう採用メッセージなんですけどもあの面白がり求むとでここまでいろんなセッションで話す話し 話しさせていただく中でこう感じていただいた部分もあるかなと思いますがあの授業やっていくとか仕事やっていくとまあいろんな壁にぶち当たりますとで、えー、そんな時にですね勘弁してくれってこぼしながらもです、ね、どっかおこれクリアできたらちょっとおもろいかもなって、えー、思ってもらえるようなそういう仲間と一緒にいろんな道をこう切り開いて。 行きたいなと思っておりますのでお自分ちょっと面白がりかもしれんなと思った方がいらっしゃいましたらですねあのぜひエントリーいただきたいしあのお会いしたいなと思っております。というので、えー、弊社の説明を終わって、えー、早くノックに入りたいということで、はい、Q&A のノックに入りたいなと思いいまますすどううもよろししくお願いしますありがとうございます。 これあの1日通して本当に多種多様ないろんな方々を見てきた後なので面白がり求むっていう説得力が違いますねこれは <laughs> ありがとうございますではここからはですねもうたくさん質問来ておりますのでどんどんと聞いていきたいと思いますぜひ打ち返してくださいでまず最初の質問なんですが鈴木さんという方からこんな質問来ております DNA さんに入社される方はどんなバックグラウンドの方は多いですか傾向などあるんでしょうかという質問ですまあ、これ結構全体に関するお話なので小川さんでしょうか そうですね僕からお答えさせていただくと鈴木さんですかねご質問いただいた方多分よく聞かれる質問なので聞いていただくときは大概んかこうスタートアップやってなきゃダメなのかとかビジネス経験ないとダメなんですかみたいなことを気にされる方いらっしゃるんですけど本当にまちまちでビジネスの美の字も知りませんみたいな方もかなり多いというか僕自身もそうでしたとずっと。 小学校からバスケしかやってなくて、はい、まあちょこちょこっと大学ではお勉強頑張ったりしたかなみたいな感じなんですけど本当にバックグラウンドは多種多様でですねあのそれまでにこうどんだけのこう経験値スキルを培っているかみたいなこととかはあんまり見ていないので、うん、もう本当多種多種様としかか言いいいよううがないなっていう感じですかね逆に言えばあの門戸は広く結構開かれてるなっていうふうに思います。うん うん、ありがとうございますこれはもう千葉さんもご経験をされていらっしゃるかと思うんですけれどもそれこそあの先ほどのお質問でもあったようにビジネスとかまだあんまり噛んでい,らないなかったところから入っているというところなので先ほどの小川さんの回答も、ね、私もビジネスの美の字も分からず、はい、どうやって学んでいけばいいのかも分からずという状態なのでやっぱり最初入った時はあ大丈夫だろうかという気持ちに正直なったことはあったんですけれども、うんうん、でもそれもすぐ丁寧に教えてくれる方がいたりとかあと会社のカレンダーとかも分からないとかっとか たらとりあえず抑えてっていうふうに言われたりするんですよ、うん、なのでそうやってどんどんキャッチアップしていくと自然とこう慣れていくっていうところがあったのでうん、うん、何か IT のことわかんないなベンチャーわかんないなって思っても関係ないと思いますね、うん、ありがとうございますこれあの経験がなくても大丈夫ということだと思うんですけど経験持っていてさらにレベルが高い環境を求めているという方にとっても DNA 面白い環境だとこれ思って大丈夫でしょうか坂井さんどうですか、うん、はいそれでは大丈夫だと思います、うんうん、というのも基本的にまあ。うん 今の学生って長期インターンとかいろいろやってると思うんですけれども、まあ、その長期インターンの中の仕事も難しいかもしれないですけどたい、うん、長期インターンしてる学生とかも DNA 入ってこんな難しいんですかだったり、うん、こんな責任を負うんですかみたいなところは。うん 一定、まず思うところであるので、その意味で難易度は高いのかなとは思います。ただ、難易度高いと、それだけで引いちゃうと思うんですけれども、周りのレベルも高いっていうところで、まあ上司だったりメンターだったりが支えてくれるっていうところも、あの同時に強いので、そこはなんかこう、恐れすぎずに入ってきてもらいたいなと思っています。ありがとうございます。続いて、面白い質問ですね。メガベンチャーとして比較されるサイバーエージェントさんと比べて、入社前や入社後の比較などがあればお伺いしたいです。と。結構このいわゆるメガベンチャー。 呼ばれれるるよような企業群とよく比較されることとってあると思うんですけどこ,こ結構外から見ている分だとなんか人の違い社風の違い、うん、みたいな比べ方しかやっぱり難しい部分があるのでこういった企業とどういうところを見ていけばいいのか教えていただけますか、うん、これも僕かからお答えしますかね、はい、あのこれもよくこう採用の場面でこう聞いていただく質問の一つではあるんですけど正直僕自身あの新卒から DNA だったので、うん、なんかあんま無責任に「どう違いますよ」みたいなのをお答えあのできないなと思っており、うん おってですね。うん、あのちょっと質問に公開したのもちょっとずるいかなと思うんですけど、はい、あのぜひ就職活動っていろんな企業をこう並行して見れる、はい、すごいいいチャンスだと思うんで、うん、あの見て感じたものを信じてくださいっていうのが一番いいかなと思いますね。うん、ありがとうございます。これはもう皆さんがこう就職活動されていた頃もうそういうふうに見ていたということなんでしょうか。小川さんの場合もそうですか。どうなんですかね。うん、僕あの今でこそ、はい、あの新卒採用に関わってますけど、はい、あの就活 ちょっとな舐めてたという <laughs> <laughs> 率直には特にこう信念とかもなく手当たり次第う、うん、受けてみてあのご縁があったのが弊社だけだったんですよ僕。うん、なんでそんなえ選ぶとかあんまりそういうようなこう、はい、マインドを持ってなかったのは、まあ、今でも、まあ、後悔はあんまないんですけど、うん、もう少しちゃんと考えればよかったなと思っているところで、うん、まあでも無意識になんか文化とか出会った人とのこう、うん、なんて言うんでしょうね 醸し出す雰囲気とこう、うん、あ合うのかな合わないのかなみたいなのは、うん、なんか無意識にチェックしてた気はしますね。あれです。千葉さんも先ほど就活のお話されたと思うんですが、うんはい、酒井さんのセッションの時には就活の頃のお話聞いてなかったんで、当時どどんな就活生だったんでしょうか。小、ま、川さんと一緒でそんな真面目にやってたわけではないので、<laughs> はい、あんま相対比較ってものはできないかなとは思っていますと。はい、ただこの質問の板って、はい、DNA ってどういう人が多いのっていうところがまあ他社さんと比べて。うん こう際立つかなっていう意図での質問として捉えるとそれはやはりあのあの何度もこう多分このセッションに出てきているようなことに向かうっていうところがポイントかなと思います、うん、なのでこう相対的に自分にの評価とか自分のポジションがどうなるかとかそういうことではなくてまあ仕事一生懸命しようよとかユーザーさんの喜びってこれだからみんなこれに向かって頑張ろうよみたいなそういう割と。 サバサバした人が多いんじゃないかなというところは思うところでありますね。うんうん、うん、ありがとうございます。これ実際小川さんどうでしょうか。サバサバみたいなフレーズも出てましたが、そうですね。うん あのまあ、どこまで言ってもやっぱり相対的にどうなの、うん、みたいなのは分からないですが、うん、あの間接的にそれこそいろんな学生さんと、うん、あのいろんな会社見られてこう話をむしろ逆に印象を聞く機会とかが多いんですけど、うん、あのサバサバというか、うん、ある意味こう純粋にこ,うことに向かっている人たちが多いかもしれないですみたいな印象はまたあの聞くことが多いんで、まあ、確かかにそうかもしれない多んここね誤解を受けがちな点があるなと思っていて。はいうん DNA ってなんかロジカルでコンサルみたいな人が多くてすごい詰められるんじゃないですか、はい、ごめんなさいイメージ持ってました <laughs> はい、ね、それは多分懸念されてると思うんですけど <laughs>、うん、それそんな多分強くないと思って、うん、そういます千葉 <laughs> <laughs> さんが率直に、うん、結局なんかロジックが強いというよりは一生懸命考えているっていうのが本質ですし、うん、ある意味では謙虚に やっぱりロジックで割り切れないだったり科学的に分析できない部分についてはまあゲームの仕様とかも特にそうですけどこっちのが面白いっしょみたいな感じで決めているのでなんかそんなロジカルモンスターで詰めるみたいなのって、うん。 誰が作っっっちゃったののかかかななててううんんででででですすすすけど <laughs>、はい,ないで大丈夫これ千葉さんから見てもそそそね感覚的な部分と論理的な部分のバランスを取っていくことが今はすごく大切だと思っていて、えー、それを意識できている方が多いんじゃないかなって思いますし、うん、あとは先ほど小川さんの説明からもありましたけれどもエンタメと社会課題解決っていうのを掛け合わせているっていうのも一つ DNA のこう強みかなというか、うん、あの一概にこうんでしょう他者とこう違いますというわけではないんですけれどもゲームがあったりヘルス スケガがあったりとか自動運転があったりとかまあそういったもので全てこうなんだろう社会を大きくしていくっていうか、うん、そういったところも一つ特徴かなとは思いますよね、うん。ありがとうございます。こんな質問も来ておりますベックスさん。皆さんが思う成長とは何ですか。成長をどんな時に実感しましたかという質問が来ているんですがこれまあ事業を牽引されている酒井さんに聞いてみたいですいかがでしょうかうんうん、うん。これ成長なんですけれども、はい、大きく分けてまず二つあるんですね。はい、でこれが 学術的に言うと水平的成長と垂直的,的成長なんですけど、はい、多分これ分からないと <laughs> いうところなのでご説明すると、はい、パソコンで例えましょうと、はい、でパソコンって OS の部分とアプリケーションの部分が。 でそれぞれ違う能力ですよねって話ですと例えばアプリケーションって結構単純な話で営業能力であったり財務知識であったりそういうものがアプリケーションですとただ OS の部分の方が大事だよねっていうところがま DNA の採用となおかつ育成だなって思っていてこう自分で目標を掲げる力であったり学習能力であったりそういったものが特に含まれてくるかなと思いますとなので成長を感じる瞬間はとりあえずなんか営業のコツ一つ見つけたぞって っていうのもあると思うんですけどもこう今まで受け入れられないようなこう現実だったりこれ乗り越えられるかなって思うものに対してでも乗り越えられるっしょみたいなところでその解釈の幅が広がるだったりそのマインド部分の成長っていうところも大事かなと思っていますね。 パソコンの例えですごい分かりやすいなと思ったのがアプリケーションってすごい目に見えて評価しやすいじゃないですかこれだと。けど結構大事なのは裏側にある OS の,そのマシンスペックみたいなものが伴っていないと結果だめだみたいなところもなんか人材と共通している部分じゃないかなというふうにおっしゃる通りで、うん、結局、まあ、マクロ的に考えると世の中もそうですし、うん、ミクロ的に考えると DNA もそうだと思うんですけども、うん、やってる事業が変わる。 流行っている業界が変わるっていうことなので、うん、常に違う能力が求められてしまうんですよね。うん、ってなった時に結局大事なのは OS 部分だよねっていうところになって、はい、OS を特に力入れててるっていうとこころですねこの時代の変遷を見た時に求められる OS って変わってきてるんですかねそれともある程度一定のものなんでしょうかうんと変わってきてるかなと思っていて、はい、うちの会社で特に育成で大事にしているのが自己効力感っていう概念。はい うん、で,すとで私もこれ世の中の流れ的に見ても大事だなと思っていて、はい、じゃあ何だその概念って話なんですけど、はい、じゃあ自己肯定感ってありのままの自分で OK みたいな話なんですけど<っ>自己効力感ってその挑戦,に未来挑戦に対していつか自分はできるようになるでしょうっていう自分の未来の可能性の期待とかそういう自信のことですと。なので BGOOD が自己肯定感だとすると TOBGOOD、うん、が自己効力感というものになりますとうん、うん、で今の時代って結局不確実性が高いので、はい、その中で一歩挑戦しななきゃいけないけですよねうん、うん、その挑戦するってなった時に今一番大事と言われているのが自己効力感でうん、うん、何でかっていうと。 先ほどの私の事業部長セッションもそうだったんですけど、うん、できなさそうなものとかやったことないものってかなり降ってくるんですよ、うん、それに対してでも言うて前 DNA でこういう仕事をやった時乗り越えられたしなみたいな形で調整を恐れなくなるんですよね、うん、なのでこの能力っていうのが特に今不確実性の高いあの世の中では大事なのかなとは思っていますし、うん、DNA から起業家が出る一つの要素ってそれなのかなと思ってますね、うん、できなさそうなことをかなり会社内でできるようになったから 起業もんできるんじゃないかみたいなところとか、うん、あとはまあ単純に周りがみんな起業してるからってところもあると思うんですけどっていいう感じだと思いますねありがとうございます。 これちょっと一時間二時間いけそうな感じがしてきたので、うん、はい、<laughs> もっと数扱えるようにちょっとピックアップしていきたいと思います、はい、続いての質問ミキさんです最初のセッションで若手の頃から仕事を起承転結まで任せてもらえるというお話を伺ったんですが社員の方々が実際に経験された業務エピソードがあればお伺いしたいですというふうにおりますまあ最初のセッションなので小川さんどういうことでしょうこ起承転結そうですねでもこれ 僕もあのさっき質問答えたし風太さんも答えたんで、はい、せっかくなら千葉ちゃん、そろそろ喋りたいんそうですかどこまでを若手と捉えるかなんですけれども、うん、最初の試練はもう1か月後ぐらいから始まったんですよ。 私当時エブリスターっていうそれこそ社会さんが今あの代表をやっていらっしゃるところに所属していたんですけれどもエブリスターのユーザーさんがリアルイベントで120人集まるとで年に1回しかやらないと全部設計してくださいって言われたんですよ。で1か月後に「やるから」ってなって当時もう本当に何もない状態からじゃあどういう目的でやっていってどういう場所が良くてどんなコンテンツを入れたらもう喜んでくれてじゃあ先輩方 所属されている20名の方の役割ってなんだっけっていうのを<ー>新卒1年目の入社1か月目ぐらいでもうやるわけですよ <laughs>、うん、当日までに先輩方にあなたはこれをやってほしいんです<ー>こういう理由でこれをやったらユーザーさんこうなってくれますよって全部やるんですよ。 うい時にびでもそれまだ仕事の基礎もんか身についていないというかどうやっていけばいいか分からない状態での振り出しですよね。そうなななんででですすのからいって言っっててここれはうなんだよやってみるじゃないですかやってみるとこれは実は違うんじゃないっていう話があってここまで考えないと仕事ってだめなんだなって思ってすごく自分足りてないなって思うことも正直あったりはします。だけどやっぱり成長するって必ずしもプラスの気持ちを持てるかっていうとそうではない時もあると思っていて。 一つ自分の中で悔しいという経験とかまだまだできなかったとっいう経験も含めないと01ってできないという意味では全部01から任せてもらってよかったなと思ってまますす、ね、と、うんうん、とうございいいいちょっと次の質問聞いてみた楠木さん、皆さんの立場から見て事業を成長させる上で一番重要だと感じたのはどんなものやことでしたかエピソードがあればご教示くださいというものがありますがこれは事業を成長させている酒井さんに聞いてみたいです。どうでしょうああ分かりままたたお答えさせていただきますと 一言で言うと、うん、一時情報を徹底的に調べるだと思っていますでこれは2つの意味があるんですけれども、うん、戦略的な意味と組織ってなんか情報をきれいに整理するだったり構造化するっていうのに捉えられがちなんですけれどもそっちよりもいかに情報を握っているかっていうのが大事なんですよね。というのは私その出版かける IT 業界に今いるんですけれども。 やっぱり1年前と比べて流行るコンテンツも変わるしこのビジネスモデルよりこっちのビジネスモデルの方がいいっていう状態ってかなり起きるんですよね。うん、ってなった時にやはり1枚上手の戦略を取り続けるっていうのが大事でそのためには一時情報を徹底的に調べるかなと思っています。それはユーザーさんの行動もそうですし市場の流れもですね何が流行ってるかでも。2> うん、で2つ目が結局私の事業部長セッションのところで被るんですけど、はい、一時情報の中でユーザーさんと触れ合うっていうところをやるのが、うん あの一時情報にも含まれてきていてきいそうするとあれこの授業ってめちゃくちゃ世の中にとって大事だなみたいな感じになるので、うん、その意味でも自自分分が前のめり、うん、では自分事化しやすいかな,と思います、ね、なので一時情報を調べるとこうやればいいんじゃないかも出るしこれものすごい大事だなって出てくるのでやはりあの授業する上ではそこが泥臭いんですけれども一番大事なんじゃないかなと思っています。うん これちょっとすいません答えのないなんかぼやっとした質問になってしまうんですけれども、はい、なんかよく使われるあの例えでなんかフォードがなんか顧客が求めているものを追い求めていたらなんか早い馬車を作っていただろうみたいなうん、うん、本当に必要なものって顧客は知らないんじゃないかみたいなこともなんか例えとしてよく聞いたりするんですけれどもこのユーザーの声で聞くべきものと聞かなくていいものみたいなものがそもそもあるのかっていうのとこれなんかどのように事業と向き合われている皆さんはこう精査されているのかということが聞いてみたいです。うんうんうん、結局ユーザーザさんの声だけ 捉えると、はい、それってこういう文脈の中で生まれてきた言葉だよね、うん、っていうまで捉えないとそれを真に受けて違うものを作ってしまうっていうのはあるんですよね、うん、なのでこれは何かしらなんだろうな、うん、結局意見ってどうしてもバイアスとかがかかってしまうので実際の行動とかを調べるっていうところの方が大事かなとは思っていますねその意味でもしっかりとデータを見るであったり、うん、あとは自分で徹底的にプロダクトを触ってみてこの瞬間に あの声がこうあ自分の心が動いたよねっていうところも理解度を深めることによって結局は選別というものができるようになるかなと思いますね。ありがとうございますちょっっとさっき心の声っていう話があったんですが中西さんという方から皆さんは何をモチベーション原動力にここまでやってこられたんですかというようなものがありまして皆さんなりのモチベーション源泉といったものを聞いてみたいです。酒井さんんのの場合はは何なんでししょうかうか僕としてはあの事業部長セッションであったように、うんはい、自分の 今期待している人生を超え続けたいっていうのがまず一つありますと。うん、ただ二つ別のものが世の中に対してあって、うん、やはり今事業をやっているその事業家としては、うん、世の中に対してどういう価値を提供するのが今いいんだろうっていうのは常に考えていますと。でその中で私の今の会としてはやはりすべての世の中に生きている人が自分の存在価値だったり、うん、あれ自分の人生って可能性あるんじゃないかなって思ってもらう。 というのが一番大事だなと思っています。それはやはり自分の原体験としてももともとそう思えなかった時とそう思えた時って圧倒的に幸福度が違ったりしていたのでそういった幸せあの自分の可能性を心から信じられている人が増えるっていうところに関して割とコミットしているのかなとは思っていますね。 ありがとうございます千葉さんの場合はどうでしょうか私は自分が最後死んじゃったときに何か世の中に残っていることがしたいっていうのが最大のモチベーションですね、はい ただそうでもともとそういうタイプではなくてなんとなく楽しく幸せに生きていられればいいかなと思ってたんですけれども、うん、それは DNA に入って何か新しいものって作れるんだという自信を得られたというのは大きかったと思います、うん、今私たちの会社ではスピーチトレーニングとかライティングの授業をやっているんですけれども最終的には義務教育の中にこのスピーチ教育ってのを入れていきたいというのを今、ミッションに掲げていて、うん、まあそのためのこうマイルストーンを引いてやっているという,ような形です。まあ、非常に、ね、市場もまだ大ききくはできていないといなととうころね そこの開拓から始めているようなすごく大変なものではあるんですけれども<ー>やりがいを持てているというのは、はい、まさにその部分の源泉がきっかけになっているかなと思います、ね、さにもうめちゃくちゃ素敵な<笑><笑>あれだと思うんですけども。も はい、ちなみに私酒井さんも小川さんも当時 DNA にいる時からお世話になった先輩なので、はい、今日囲まれててすごい幸せなんです。<laughs> 不思議な縁、ね。そうです、はい、不思議な縁なんですよね、はいはいはい。ありがとうございます。小川、はい、さんの場合はどうなんでしょうか。本当これあの順番的には千葉ちゃんより前に答えたかったなと思うぐらい、うん、<laughs> あの自分でもバカっぽいなと思うんですけど、<laughs> いやいや僕あの。はい 麦皆さん「ワンピースってご存知ですかね国民的なあの漫画だと思うんですけど、はいうん、麦わらの一味みたいな人生を送りたい、うん、だけなんですよ背中預け合える仲間と「うん、あのもうワンピースだなんてバカにされてもおかしくないような夢をなんか本気で信じて、うん、あの追い求める人生をずっとこう送れたらまあそれで多分幸せだなと思ってて。<ー> あのでも本気で目指すからただの仲いい仲間じゃなくてあの本気で背中預け合えるために戦いのこうステージが変わったら自分も成長しないと預けてもらえないし仲間にもこう背中を預けるからにはこう高みをこう求めるっていうような中であのなんていうのそういう旅をできたらいいなぐらいが実は一番根っこのモチベーションで,で、うん。うん 最後なんか本気でそこを目指すにあたって自分は逃げなかったよなって思えて死ねたらハッピーなんじゃないかと思っておりですね、うん、でなんか今はその一緒のなんていうんでしょうねふ船というかの認識が DNA っていう会社なので、うん、なんかじゃあ DNA がどうやったらもっと世の中にこうインパクトを出せるのかだったりとかでそれってどういう授業をやったらいいのかっていう話だけじゃなくてどういう組織であったらいいのかとか。うんあの 先々どういう会社としてこう世の中にこう存在するのかみたいなこととかを、うん、あのどうしていくのかっていうのを考えるのがこう何て言うんでしょうねあの今の役割からこう楽しいなって思うのは後悔をしている感じというか、うん、で今のモチベーションとこう今やってることがつながってるなっていう感覚。うん ありがとうございますあの皆さんのこう頑張る源泉みたいなものを聞かせていただいたんですがちょっとお仕事の中でのこだわり、まあ、重なる部分もあるかもしれないですがこだわりも聞いてみたくてですね中瀬さんという方から皆さんがし普段仕事に取り組む中でのこだわりがあれば教えてくださいというものが来ております。これじゃのまあと井さんに聞いてみましょうか。事業部長セッションとかぶってしまうんですけれども、はいはい、やはり一番大事にしているのはあの事業の本質的な価値に誰よりも誠実であるということかなと思っています。 2つ目は誰よりも成長に対して貪欲であることで、うん、それだけ太あれなんですけど僕やってること結構地味で、うん、毎日多分仕事なんか30個ぐらい今日多分今日も10個ぐらい失敗してるんですけどそしたら何が良くなかったのかなだったり、うん、なんかこれ今回受けよかったけどなんで受けたのかなっていうのを見逃さずに言語化して再現するっていうところかなと思います。うん、やっっぱりあの一番大事なことって 本質的なことって結構泥臭かったりするんですけどそれを継続するってことをものすごい大事にしていると思いますね、うん。それは先ほど井口さんがおっしゃっていたようなことも一緒なんですすね、うん、そうだと思います、ね、学びからどうやるかそれでちょっと関連して結城さんからこんな質問が来ていてビジネスパーソンとして成長するために必要な要素はどんな点だと感じられますかと。 ビジネスパース、さっき成長していくっていうことがお話があったと思うんですけど、じゃあ成長するために何の要素が大事なのと。これ、まあ、今日ずっと聞いてる内容になるんですが、改めて教えていただきたいです。あ私ですか。はい、やはり挑戦と振り返りというか、内政をしっかりすることなのかなとは思っています。うん、やはり挑戦を恐れないっていうところで、みんなできないこととか、やったことないところばっかりなんですけど。うん、その時に、いや、無理ですっていうか。 言うてめちゃくちゃ頑張ればできるようになるかなっていうマインドって大きな違いになるのでそれ後者の方にもう勝手に解釈しちゃうったところですねそれって過去人生生きてれば成功したことも失敗したこともいっぱいあると思うんですけどその成功したことの歴史を編集して、まあ、これ私前できたしなって言って挑戦を恐れないってこところですねただ挑戦だけしてもやっぱり意味がないというか体験と経験で違うって話ですよねなので体験をしっかりと経験にするために なんでうまくいったのかなとかうまくいかないのかなっていうのをうある意味ではうじうじ考え続けるっていうのが大事なのかなとは思って。<laughs> ますしメモの魔力ってそういうことかなって思ってます <laughs> <laughs> こっちが入りましたね <laughs> ぜひ皆さん読み返して,てください <laughs> 僕の本じゃないです、ね、<laughs> <laughs> 宣伝したところで, <laughs> で <laughs> ありがとうございますじゃちょっと続いてこれ千葉さんから聞いてみたいんですけど山、はい、山田さんという方からの質問です若手の頃のあの経験が今の仕事に生きているということはございますかという質問でそれこそもう外部の関係ない人間から見てみると千葉さんがやってきた仕事って、うん、今のビジネスに生きてないんじゃないですかと領域が全 全然違って見えるので、うん、あの頃この経験があったから今にこう生きてるんだそこのです正直めちゃめちゃ生きてますよ。 っていうのも私2年目に入った時にそれこそ小川さんがいらっしゃる人事部に入ったんですよ、うんはいね、そこでやっぱり仕事を作るっていうことができたというのは一番大きかったんですよ、うん、具体的にはブランディングコンセプトって言って、うん、まあそもそも DNA ってどういう会社なのかっていうのを言葉にしていこうっていうプロジェクトがあって、うん、さっき面白がり求むっていうような説明があったと思うんですけどまさにあのプロジェクトを立ち上げたりもしていました、うんうん、ただやっぱりそういうものって 作らなくてもなんとか会社って運営できるようなものだったりもするんですよね。でも 方が確実にいいいっっってててうものってすごくたくたさんあって私はそれをやった方がいいんじゃないかやった方がいいんじゃないかってめちゃめちゃね小川さんにも当時言ってましたけど <laughs> <laughs> そうそれも,もうすごくこう寛容に聞いてくださって、うん、時には「いやでもこれ足りてないんじゃない?」みたいなことを言いながら「うん、いやまあとりあえずやってみよう」って言ってくれたのがすごく印象的だったんですよ。はい、なので難波さんと一緒にブランディングコンセプトもやりましたし、うん、キャリアの本質っていうそれこそ DNA の新卒社員と難波さんが対談して 話をしよううっていうイベントとかも一から作ったりもしましたし別に部署関係なくないですか DNA って言ってもう営業部とかもナカとかオートモーティブとかあとエンジニアとかもそこにも私ぐいぐい入らせてもらってもっとこうした方がいいですよってやらせてもらったんですよ。それいいねって言っっててもらえたっていうのはすごく大きいいっていう意味では「仕事を作れるんだ」自分の考え方で何か 人を幸せにできるんだっていうのは確実に生きていることだなって思います、ねうんうん。これいいですか？はい。これ今千葉ちゃんが、あ千葉さんが、はい、<laughs> すごいい,い<ば>普段通りじ、ね、ゃあじゃないよ。千葉さんがすごいいい話したと思っていて、D N A ってもう割とメガベンチャーなので、はい、出来上がってるんじゃないか仕上がってるんじゃないかとかになって、うん、やることってオペレーションなことでしょって思う方が結構いると思うんですけど。はい 良くくも悪くも悪本当に仕上がっっってててない部分って結構あってでもそれって DNA が不完全というよりはやっっぱり世の中の中流れれがそれぐらい早いってい早てうことなんですよね、はいうん、採用コンセプトだったりプロセスでもこっちの方が刺さってるとかこっちの方がいいっていうものがあったりするのでその未完成な部分に対してまず残っていると。で一つ文化としていいところは未完成な部分があるって例えば新卒社員が言ったらムカつく時ってあると思うんですけど <laughs> そうだなってちゃんと認めてくれるんですよ。 でそうだなじゃあやってみなさいっていうところでやらせてくれるので、うん、その意味でこう自分の仕事を作るっていうのが実はやりやすい会社なのかなと思っていますし結局起業したら仕事を作るっていう話なのでその意味であの起業の前準備というか経験が積みやすいのかなと捉えてはいますね。うん、なるほどですねこれあの 育成のためにカオスさというか未完成な部分を意図的に残しているものなのかそれとももうそんな追いつけないほど世の中の変化が激しすぎるっていうと整えようとしてるんだけど追いつけないっていう話なのかでいうとど,どうなんでしょうか 2>, 2つあるんですけどまず前提後者の部分はあると思っていて、はい、それこそやっぱり採用とかってものすごいあの早いですよねゲームチェンジが。うん、ですしもう一つは配属の部分でかなりこだわっていて。うん 海賊でどうやって決めてるかっていうともちろん個人相性はあるんですけど、はい、一つ一つの候補事業部に対して、うん、この1年間で1年目の人が遭遇する、うん、一番難しくて不確実性の高い仕事は何ですかって聞くんですよ。うん、でそれれを聞いていいいいてくとどれぐらのの幅があるかっていうのは分かるかかうはじゃなで結局人の成長って。 不確実性の中で決断するっていう中で磨かれていくので、はい、その意味でかなり配属はこだわっていますし、はい、その意味だと未完成な部分があるところにわざわざ配属しているっていうのはあるかなと思いますねこれ先ほどのあの不確実性の幅の話でいうと不確実性が少ないところの方が配置部署としていい部署なんですけれども不確実性が大きすぎる部署の方がいい部署です不確実性が大きい方がいいですね不確実性っていうとちょっと捉えにくいんですけど 起承転結ってどっちかといえば木の方が大事で、うん、あの先ほど千葉さんの話であったように、はい、目標目的がちょっとおぼろげだったり、うん、自分で立てる余地があった方がいいんですよねそれも決まっちゃってるしやり方も決まってるってなると不確実が狭いので自分で仕事やってる感がないし仕事をもともとできないと思っていたことができたぞっていう先ほどの OS 部分の自己効力感がなかなか身につきにくいと、うん、なのであ,あえて不確実性が高い、うん っていうところの、まあ、本当の意味で最良ですよね。うん、っていう部分を選んで配属しているっていうのが、かなりこだわりポイントかなとは思っています。<わ>おばさん、これ、出していい情報ですか。あ、もちろん。<laughs> <laughs> <laughs> あと、私、実際起業してて思うんですけど、うん、成長するから、不確実性って出てくるんですよ。なので、イコール前、うん、にール前に進んでるんですよ。不確実を確実にしているから、また不確実が現れているだけなんですよね。 これだイメージとしては逆なイメージがありました。うん、その成長していって能力が上がっていくから不確率は減っていくというふうに思われがちかなと思いますか、うん？全くそんなことないです。はい、毎日わかんないことだらけなんで、はい、それは授業を作ってて思うことなので、まさにそうだと思います。これはなんか成長すればするほどなんか向き合うべき課題が大きくなっていくからっていう話なんですがどうなぜですか？おっしゃったと思いますね。うん、結局、うん、半円とかで考えてもらうと多分わかるんですけど、半円ってじゃあこの半径とか。うん 関係が長くなればなるほど、設置面積広がるじゃないですか。うん、ってことは、あの設置している不確実だったり、やったことない領域が広がるんですよ。なので、やっぱり知識って身につければ、身につけるほど、うん。 あれ知らない概念に出てきたってなりますし、うん、っていうところだと思いますねなので能力が上がれば上がるほど、うん、知識が広がれば広がるほど本当は不確実性というか、うん、未知の領域っていうのに気づいてしまうってことだと思いますねうん、ありがとうございますこれまたこんな質問を来てるんですが皆さんは入社前にイメージしていた自分の姿と今の姿は想像通りでしたか違う場合はどう違いますかという質問を来てるんですけどまず小川さんどうでしょうか今の姿と入社前に想像していた姿ああ、全然違いますね <laughs>、はい あの今人事やってるんですけどもともと入社前から人事やりたいかとか人事やってもいいかなみたいなことなんて全く考えてなかったですし、うん、あのなんていうの、うん、こんなに長く一つの会社にいるとも思ってなかったですし、うん、一方でなんて言うんでしょうねももとと 割と思い上がっってるるタイプだだたんででで、はい、大概何でもできるるだろうとこ<れ>割とこう早急に結構かなりできるやつなんだろうみたいなことも正直あの生意気なりに思ってたんですけど自分のできないことってまだまだこんだけあんだなっていうのを今でもこんだけ思い続けるって当時は全然予想もして、うん、まさにさっきの,あの不確実性、はい、成長するとまた不確実性が増えてみたいなのも全く分かってなかったし、うんうん、それおもろいなって思える てっもともと不安がりなんでこう、うん、なるべく確実な状況にこうしていきたいというかみたいなタイプだったかなと思うんですけど、うん、ま意意外外と面白いじゃんっって思えるようになたたのはなんか意外でしたね、うん、小川さんの中で今の人事のキャリアってなんかどういうふうにこう腹落ちしてるのかっていうことは聞いてみたくて例えば人事経験したことない方からすると学ぶ環境というのは現場にあるものであると。うん うん、人事のキャリアって何かこう自身のビジネスパーソンとしての成長の一つなんかなんかまたちょっと寄り道期間みたいになっちゃうんじゃないかって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思ったので、うん、その今の人事っていう環境ってその DNA さんでの学べる環境を存分にあの同じような現場と変わらない環境ですようなのか結構ちょっと違ったキャリアっていうふうに感じてらっしゃるのかどうでしょうか。 変わんなないいマインドでやってないとなんか個人だけの話じゃなくてその会社の人事部成り立ってないだろうと思っていてあのその会社の事業がまあ世の中に届けるえと弊社だとデライトだしまあ要はざっくり事業が成功するために会社がどうあるべきで中の人がどうあるべきでだからどういう場としてこう設計するのかっていうのを事業の最前線で切った発達してるまあ人たち。 とあのお同じ温度感じ比率、うん、感で人事がやってないとし心臓部が弱くなっていくもんだと思ってて、うん、そういう意味であの、まあ、確かにあの何でしょう、ね、使う専門性は変わってたりするんですけど、うん、あのさっき言ってた OS 部分のアップデートを、うん、が求められるって話で言うとそんなに変わらないと思っているし何、うん、だったらあの。 弊社だとさっきあのご紹介したようにあんだけ事業がいろいろあってフェーズもまちまちで組織の在り方もまちまちでっていう DNA をどうしたいんですか5年後10年後どうあるべきだと思うんですかでどうデザインするんですかっていうあのことに対して自分の決断を持てないとあの目の前の日々の仕事も成り立たないのでそういう意味ではなんか事業経営をやってるのとほぼ一緒だなっていうふうに感じながらやってます。 千葉さんにも聞いてみたいです。入社前 に思い描いてた姿と今の姿、多分違うんだろうなというふうに思うんですが、どうでしょう。はい、全く違いますね。はいうん、当時入社する時もどうなるんだろうっていうのは正直描けてなかったかなとは思います。でも人間って目の前にあるものを乗り越えていけばいくほど何か解像度っていうのが上がっていくものだっていうふうに信じて入社したので、うんうん、今振り返ってみるとすごく良かったかなというふうには思いますね。あと小川さんのお話に一つ加えたいなと思ったのが、うん、私も人事を担当してたんですけれども、うんはい、今会社経営してて。 もう人事が経営の核になると思ってるんですよ。うん、で特にその 誰と一緒にやるかしかも人間って非合理な部分も正直あると思っていて、うん、そういったところに対面で向き合ってじゃあ本当にこの人が活躍できるところは何なのかってめちゃめちゃ考えられる事業だと思ってるんですよね、うん、だから小川さんはそれこそゲーム事業でリーダーをされていらっしゃった経験とかも生かしながら、うん、DNA を牽引されていると思うんですけれどもそういった意味ではどの事業でも楽しめるんじゃないかなと思いますね。これ千葉さんんの場合聞いいてみみたたですが企業をこう踏み切れた なんか自分の中の支えになっていたものって何なのかなってことを聞いてみたくて、うん、それこそあの私が今まで今日お話を聞くまでイメージしていた企業ってなんかビジネススキルだったりだとか、うんはい、なんかあの時あの経験があったからみたいなものなのかなっていうふうに思っていたんですがなんかちょっとマインドだったりいろんなものが兼ね合わさって今のこの企業に踏み切ったんだろうなというふうに感じたので、うん、なんか最終自分のこのなんかいけるっしょっていうふうに支え、うん、になったものって何だったのかっていうのを聞いてみたいです。 もう圧倒的に泥臭さとか不確実性さみたいなものに向き合わせてくれた環境のおかげだと思います、ねうん、正直なところもう気持ち 100%200% で起業しもなんとかなると思っているし、うん、もっともっとそのできないことに向き合っていけばもっと良くなるだろうっていう気持ちはどこかにあるんですよ。うん、でもも DNA 入る前っっててて全くくそんなもの持ってな持 なので、周りの人の応援とか励ましとか、アドバイスっていうのを。今も D. N. A. の先輩から、それこそお二人からも、うん、ね、もらうこともあったりもするんですけれども。うん、すごくこう自分を作ってくれた環境だなって思いますよね。ありがとうございます。酒井さん、どうでしょう。入社前と今の姿。それは結構違ったので、大成功だったのかなと思って。けど、はいはい、もともと自分が期待している人生を超えたいというのがあったので、ありますと。なので、二十。 えっと、28, かな28の時に代表取締役になったんですけども、うん、それもあんま想定してなかったっていうのはありますと。うん、でちょっと2人の話を聞いて思ったのが不確実性って何だみたいなところあると思うんですけど、はいうん、簡単に言うとまだ誰も答えを出してていいいない問いのことでですすねねそれ残っるんよ例えば企業の採用においてのブランディングメッセージどうするっていうのもありますし僕の例で言うと新卒の育成ってどうするってなかなか世界に答えなかったんですよね。うんはい ただそれってまあ僕も論文多分30本というかこの世にある多分育成本全部読んでたしあとはこうこの時こういうコミュニケーションされたけどそれって成長につながったみたいなところを全部あの研究していましたとただ結局まだ誰も解いてない答えを出すっていうのは自分の絶対的な自信になりますし。 なおかつ結局市場価値ってなんだみたいなところが今日のなんかサブタイトにあったと思うんですけど、はい、市場価値も結果的に上がるんじゃないかなと思いますね、うん、でもまだ誰も解いてなくて世の中が求めているものに価値があるのでその意味でもそういった仕事に取り組める環境っていうのはいいのかなとは考えていますね確かにもう誰かが先人が解いている課題問いだったらもうそれはなんかやるだけなんで作業になってしまいます、ね、そうなんですよというかうん。 これ結構人事としてはなんか悩ましい部分もあるんじゃないかなと思っていて結構人事としてはこうすれば絶対こう育成できるっていうなんか一種確実性も欲しいんじゃないかなっていうふうに思うんですがそこら辺で小川さんはどう考えてらっしゃいますかこの不確実性もでも必要だっていう部分に関して、うんうん。まあ正直どうやったらうまくいくんだっていうのをこう知りたいっていうのはまああの人情としてはこうあるかなと思っているんですけどあの知りたいと思いながら追求し続ける ことっていうのが、まあ、あの、しなきゃいけないことなんじゃないかなと思っている。うん、まあ、ある種ちょっと達観しているというか。うん、あの。状況が変われば、また、こう、最適な。やり方、うん、解き方っていうのが変わるはずで,で。こと、なんて言うんでしょうね、人事育成においては、もう、人がそれぞれも多様なので。うんうん、あの、オーソドックスな方というか、なんか、なんていうんでしょう、ね、原理原則は持ちながらも。それを、こう、どう。うん、そうですね。あの。うん 結果につなげていくのかみたいなことっていうのは、うん、あの経験、組織としても経験学習を積み上げながら、やっていくのが。うんうん いいんじゃないかなと思っているので、うん、ちょっとそこに補足すると、はい、結局学習することより学習し続けることの方が大事なんですよ、うん、今結局 Z 世代というのも言われてるわけですしその次の世代も出てくるはずで確実に育成方法って変わるはずなんですよね、うん、で、我々が何やってるかというと月一でひたすら育成のうまくいったこといかなかったことを組織学習で回していって、うん、それをこう新しいパッケージにしていってるっていうところ、うん でであるの,であの学習し続けなければならないですし不確実性というかまだ誰も答えが出ていない課題とか人間悩みっていうのはもうあり続けるって前提で挑んでると思いますね。うん ありがとうございますこんな質問も来ていて酒井さんに質問ですと事業の立ち上げ機と大きくしていくタイミングとで重要なポイントは変わっていきますかとこれ確かに例えばこううでしょうか事業の01フェーズで経験できることと結構一重とか十百というもので得られる経験違うんじゃないかとすると結構なんか会社選びのタイミングにも関わってくるんじゃないかというようなことにもつながってくると思うのでどういうふうに感じられるかいかかでしょうかそれはもしかしたら千葉さんの方が詳ししいかもしれない <laughs>、はい、今まさに立ち上げをされていらっしゃる。うん、はい え、ゼロ一。そうですね、事業をこう立ち上げるタイミングと、大きくしていくタイミングで、重要なポイントは変わってくるのかというような問いでございます。変わってくるんだと思いますね。うん、ゼロ一に関しては、果たしてそれが大切だよねっていう認知がどれだけ取れているのか。っていうところをしっかり考えないといけなかったりもしますし。うん、一重だと、じゃあ、今の価値観で、どういった人たちがより。 今はこの人たちって決めてるけどもっともっとこの層の人もこういった喜んでくれるよねとかこことタイアップつくんだらこうなるよねっていうような広がりをより幅広い視点で考えていくっていうことが大切にはなるかと思いますけどね,、うん、うすねあ探索っていうのが前者に必要になってくるっていうところと、うん、あと後者に関してはやっぱり定式化っていうのはいると思っていて、うん、その事業の拡大どうしても組織の拡大が必要になってくるので、うん、こうすればうまくいくっていうのは。 定式化していかなければならないと思っていますね、うん、ただ一方でその定式化したものもずっと陳腐化し続けるので、うん、その意味で学習はし続けなきゃいけないとは思っていますね、うん、ありがとうございますこれちょっとぜひ聞いてみたいです佐藤さんから来てます改めて DNA さんの強さとは何ですかと まあ、今日総括してくれというところですね。皆さんにとってのこう改めての D. N. A. さんの強さ、良さって何なのかということを聞いてみたいと思います。じゃあ先で小川さんから、改めて、これ、はい、一つにしろって無茶ぶりなんですけれども、ね。六 <laughs> 時間ぐらいをぎゅって一言にまとめて <laughs>、はい、っていうことです,よ、ねうです。うん,うんと、僕が、あの D. N. A. の強みだと思っているし、あの、いいなと思っているところは。うん、あの、今日節々で。 多分ほぼ全員がそう言ってたと思うんですけどまだまだ自分たち完成したって思ってなくってだからずっとチャレンジャーだよね、まあ、なんかずっとチャレンジャーだっていうとなんかすごい陳腐な言葉なんですけどあの挑戦して変化してっていうのを繰り返していかないといけないよねってあの骨身まで染みて思えてることでそう荒れてることあろうとしてることっていうのが魅力的なとこだなと思うし強みなんじゃないかなと思ってますね。 なんかそれこそあの DNA さんのキーワードの一つにこう永久ベンチャーっていうような標榜があるかと思うんですが、うん、それ正直外にいた頃はですね、こうなんていうかいやいやいや言ってるだけでしょうと思っていたんですが、うん、今日一日通してお話聞いてもう間違いないなとまさにこう DNA さんを表した言葉の一つだなというふうに感じたので、それは大変な学びでした。ありがとうございます。千葉さんからしたも改めての DNA の強さ、寛容さとか、うん、心の温かさとかですかね。は,はい。 そもそも、なんで私ここにいるんだろうっていう話じゃないですか <laughs>、うん、DNA やめてるのにここにさせてもらえるとそして今も DNA の方々とのさまざまなこう出会いとかつながりっていうものがあるっていうところ失敗してもそれをサポートしてくれる人たちがいるというところ。 ま本当に強みを持っていくためにそのどう心でつながっていくかというところが大切だと思うので私はそんな温かさがある会社だと思ってます、うん、ありがとうございます酒井さんにとって改めて DNA の強さいかがでしょうか永久ベンチャーって何だろうって考えたときに、うん、新しいことに挑戦し続けるっていうことだと思うんですけども、うん、結局永久ベンチャーを作っているのって個々人なので、うん、その個々人が小川さんの話と被るんですけど、うん、自分たちはまだ不完全であっているっていうことを前提にした上で学習し続ける、うん で対応し続けるっていうところなので、その謙虚さと。 一種のガリベンさみたいなところが DNA の強さなのかなと思っていますね、うんうん、ありがとうございますあの興味深いお話ありがとうございますまだまだ聞き足りないところなんですがあのお時間が来ているというか過ぎておりますとなので皆さんの質問にもっと聞いていきたいんですがこちらでセッション以上となりますそれでは最後に視聴していただいている方々今回新卒の方もいれば中途でご定食を考えていらっしゃる方さまざまいるかと思います改めて皆さんに対して DNA での仕事の楽しさをお伝えいただければと思います。 ではまずは坂井さんお願いいたしますメッセージをどうぞはいそうですねやはりあの DNA 完成している会社みたいなところの見られ方あるんですけど何度も言っているように未完成な部分が多いんですよ、うん、で、未完成な部分があるからまだ事業部だったり会社で誰も解けていない課題というのがゴロゴロありますと、うん、なのでそれを解いてその前例のないものを作り上げていくっていうところが DNA の仕事の面白さなのかなとは思っています、うん ありがとうございます。では続いて千葉さんお願いいたします。はい、自分次第で何でもできる会社だと思います。気持ちを大切に。やりたいことを実現してみてください。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。じゃ、最後に小川さんお願いいたします。はい。えっと、僕からはさっき風太さんが話してたことと近いんですけど。あの、なんか面白いこと、誰もまだ答え出してないことに、こうもがきながら挑戦して、で。人生が自分の想像以上に、なんか。 おもろい道というか予定調和じゃないおもろい人生をこう歩みたいなと思う方にとってえっとすごいいい場所なんじゃないかなと思ってますしあの今日僕はあの第1部からこう言ってたんですけど改めてですねこんだけのお時間お付き合いいただいてこうカメラの向こうにいらっしゃる皆さんにこう感謝伝えたいなと思っておりりまますすありがとうございます、はい、3名の皆様改めてありがとうございましたありがとうございました。 それでは最後に視聴している皆さんにお願いですアンケートの回答をお忘れなくお願いいたします YouTube では企業も司会も誰が視聴してくれたのかわかりませんしっかりと DNA さんにライブ視聴したよと興味があるよと一生目のためにもアンケート回答必ずお願いいたしますアンケートの回答は概要欄もしくはチャット欄の URL からご確認をくださいでは本日ワンキャリアフォーカスライブサポーティットバイ DNA と題しまして DNA さんとのスペシャルコラボ番組を半日かけてお届けしてまいりました こちらでイベントは終了となりますもう本当にですね今回 DNA の皆さんのご協力あってこずのライブだと思います。というかもう DNA さんでなければこんなライブ卒業生だったり事業部長だったり若手だったりどこを切っても魅力があるライブってなんか作り出せないんじゃないかなというふうに思っております。ただおそらく皆ささん DNA の良さ 今日、まあ、5%も表してないよとまだまだこんなもんじゃないよというふうに思ってらっしゃるかと思うのでもっともっと DNA の良さを知りたいという方はぜひ選考に参加してみて企業の方社員の方々 OBOG でも大丈夫ですいろんな方にお話をお伺いしてみていただければと思います。 このワンキャリアフォーカスライブではまあ DNA さんだけじゃなく次いろんな企業でやってみたいと拡作をしております興味ある方ぜひご連絡くださいでは以上でこちらのワンキャリアフォーカスライブサポーティングバイ DNA は以上となりますまた別の次のライブでお会いできることを楽しみにしていますそれでは皆さんさようならワンキャリアプラスあなたが就職する会社からどこに転職できるか丸わかり 転職体験談1500件以上掲載「ワンキャリアプラス」なら豊富な体験談で理想のキャリアバスを見つけられる2分で学生でも無料登録可能「体験談見放題今すぐ登録」次のキャリアが見える転職サイト「ワンキャリアプラス」